今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ収録を開始していきます。はい、サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーとミキサーのキャンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、はい、なんか週末ぐらい、はい、結構怒涛にお亡くなりになった方がいましたね。そうですね。タイミング良かったのかなと思って、私テーマにして。そうですね。テーマとしてはタイミングバッチリだと思うんですけど、うんうん、なんかやっぱ悲しいですね。悲しいね。はい、本当に。もう二度とあの声は聞けないんだとか。そう。ああ、あの先生のあの絵をもうか、あの見れないんだと。ねえ、本当。まさか、うん、まさかあのだったけど、本当に。でも、たくさん人を喜ばしたくて、うんうん、頑張ったお二人なので、うんうんうん、まあなんか悲しんで送るっていうよりは、まあそうですね。やっぱり、作品の方はもう生きて残りますからね。はいはい。みんなでこれからも作品の方を応援していこうっていうところで。そうですね。まあ、そういった意味でテーマ合ってるんじゃないですかね。ですね。はい。はい。では番組の紹介をしたいと思います。はい、よろしくお願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、気まぐれ。sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で、kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウント FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X では、ハッシュタグ気まぐれラジオをつけてこすってくださいねということで、今回この、なんだ、まるちゃんの声優さんが亡くなったということもありましたので、今回はこの曲でいきたいと思います。ももいろクローバー Z で、踊るポンポコリンです。どうぞ。いやー、いやーびっくりだねー。びっくりですね。断水決定なのこれ。いや、まだ決定ではないですけど、一応結構危険水域ですね。あ、まあまあまあ、確かに。雨降ったりしてますけど、なかなか増えないですからね。いや、カープボーイさん、そこビビクイーンで私行きたかったんですよ。まさかの BB クイーンの曲が、そう。いろんなバージョンありすぎて、全然元のものにたどり着けなくて。そう、それで。25周年バージョンとか。そう。だから、BB クイーンに私はしたかったんですけどね。しょうがないっちゃしょうがないんですよ。5分探してました。5分も探した。でも本当に名曲なんだなって思うのは。うんうん。名だたるアーティストがみんなカバーしてた。あー、そっかそっか。はい、おー、こんなにみんなカバーしてるんだっていうのびっくりしましたね。びっくり仰天みたいなね。そういえばなんか今日、なんだっけ、今日なんかありましたよね。なんか、長編アニメーション部門でなんか受賞したのが。なんかニュースになってたけど。あれですか、アカデミー賞です。うん、アカデミー賞。アニメも撮ったんです？アニメも撮ったみたいよ。へぇ。朝ニュースになってた。ラジオのニュースで聞いてた。ゴジラが一応特撮視覚効果賞を取ったらしいですね。そうそうそう。アジアとしては初の快挙。
そして今日は3月11日。3.11 です。3.11 なんですね。もう13年も経つんですね。そう。そうなんですよ。あっちゅうま。初めて映画のエキストラに応募して出てた日ですね。え、そうなの？はい。そうなんだね。琉球村に行って撮影して、帰るときに、あそこやっぱ低いじゃないですか。はいはいはい、はい。だから避難勧告みたいなのが出てて。ああ。ファンファーンって言ってるのが、よく覚えてます。はい、ということで、まもなくお時間ですね。はい。じゃあマイク、そろそろオンにします。はい。お聞きいただいたのは、桃色クローバー Z で、踊るポンポコリンでした。では、早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは、好きなアニメ、漫画です。というのも、ちょっと私、先週もお伝えしたんですが、この、なんだっけ、テーマにしたのが、ちょうど、オンエアの3月17日は、日本初となる少年向け週刊誌が、1959年、昭和34年の3月17日にそれぞれ発行されたことにちなんで記念日に設定されたということなんですね。あ、そうだったんですね。そうなんですよ。当時、週刊誌、少年マガジンと少年サンデーが週刊誌であるんですけど、はい、発売当初の金額まで載ってるんですよ。なんと。なんと。なんと。少年マガジンが40円。お。少年サンデーが30円。すごい時代ですね。すごい時代ですね。本当に。はい、びっくり仰天。私はそこまで週刊少年ジャンプとかの時なんで、はい、ジャンプとかそこまで少年漫画系はあんまり読まなかったかなっていうのはあるんですけど、うん。うん、では、キャスの方が来てますので紹介したいと思います。お願いします。沖縄大好きさん、こんばんサッチー。こんばんサッチー。カープボーイさん、サッチーさん、キャンさん、皆さん、こんばんは、ワン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 が多いな。お久しぶり、お久しぶりです。お久しぶり、ブロッコリー。しかし、雨降らないですね。確かに降らない。うん、ちょっと、なかなかまとまった雨が降りませんね。困ったもんだ。男性嫌だなぁ、と来てます。嫌ですよ。嫌ですよ。私も小学校の低学年あたりの時に、断水経験しましたけど。あ、その時は夜間断水だったかな。はい。夜間断水でしたね。うん。日中の断水ではなかったですね。そうそうそう。子供の頃ね。うん。水遊びすると、近所のおじさんに怒鳴られて。そう。何無駄遣いしてるか怒られて。怒られて。はい。そうなんですよ。ごめんなさいっていう。のがありましたね。だから、ということはもう20年、30年ぶりぐらいですかね。ぐらいになると思います。断水するのって。はい。やばい。あ、どうか雨降ってくれって感じですね。本当に嬉しいです。ヤン吉さん来ております。サッチーキャンチーこんばんにゃー。こんばんにゃー。ご無沙汰してます。来ております。カープボーイさんが、そこは BB クイーンじゃないんかい。世代が違うのかなと来てますよ。世代じゃなくて、BB クイーンが、25周年とか、ロックバージョンとか。いろいろあったんですよ。はいはい、パンクバージョンとかいろいろ出してて。あの時代のやつがなかなか出てこない。そう。びっくり仰天しました、私も。はい、びっくりしました。沖縄大好きさん。いろんなアーティストがカバーしてますもんね。踊るポンポコリン。マナカナとか、ゴールデンボンバーとか、イーガールズも。そうですね。だからイーガールズバージョンもいいですよね。うんうん。カープボーイさん。なんだったっけ？君たちは、どう生きるかみたいなタイトルじゃなかったっけって、宮崎駿監督の作品ですかね。そうですね。
あと、ゴジラマイナスワンも何個か取ったって。アカデミー賞。すごいですね。日本の映画はさすがですね、はい。コスパがいいって言って褒められてるらしいですね。へえー、そうなんだ。はい。今回特別、この、まあ、いわゆる、あの、映像視覚効果賞っていうのは、はいはいはい。あの、いわゆる VFX とか SFX って言われる、この CG の技術の部門で撮ってるんですけど、ハリウッドの大作って大体400人ぐらいで作成するんですって。ほう！今回35人ぐらいで作成してるらしい。少な。そうなんですよ。少な。10分の1以下って言ってたんですよ。少なすぎる。びっくりした、今。はい。っていうので、あの、海外からなんでこんな少ない金額でできるんだってすごいびっくりされて。なるほど。エッカープボイさん、好きな漫画家、キャプテン翼とか、あと、これは、なんて読むんですか？正当、母性？正当姿勢。姿勢。いや。姿勢や。アイラな、大好きだったな。あとは、月刊ジャンプの面白い。もしかして、セントセイヤーですかね。セントセイヤーかな。月刊ジャンプの面白い戦士、ヤマトとかも好きみたいですね。沖縄大好きさん。先週日曜日のまるこちゃんの過去回も放送されてましたが、初代ナレーションのキートン山田さんや、初代お姉ちゃん役の水谷優子さんでいいですかね。はい。そして、タラコさん、キートン山田さんは、ご健在ですが、まるこちゃんとお姉さんの声は、もう二度と聞けない、あれ、レア回でしたと来てます。うん。後半へ続く。そうそうそう。最近私、まるちゃん、あんま見てないからな。この時間帯ちょっと料理番組見てまして。沖縄大好きさん、実は今日は、発表されたんですが、ラブライブサンシャインの声優でも有名な、高槻かな子さん、体調不良で休んでいましたが、適応障害と発表されました。あら、そうなんだ。実は過去にも適応障害で仕事を休まれて、そこから復帰したのですが、再発したそうです。ゆっくり休んで復帰されるのを願う僕と来てますね。なんか、いろいろ適応障害だ、なんだかんだとあるんですね。まあ、お忙しい仕事ですからね。そうですね。確かに。ちなみにキャンさんは好きなアニメや漫画ありますか？ありすぎてですね。ありすぎて。もう、どれをどう答えようかなと思ってるんですけど、大人になった段階で、大学生の時なんですけど、はいはいはい。アニメにハマったきっかけっていうのは、攻殻機動隊ってシリーズなんです。うんうんうん。未来の警察で、はい、脳がもうインターネットに繋がってて、で、そういう状態で、警察の特別組織が捜査するっていうストーリーなんですけど、めちゃくちゃかっこよくて。ほう。しかも、ストーリーめちゃくちゃ難しいんですよ。あれ政治闘争とかが入ってくるんで、ややこしい。テロリズムとかいろいろそういったの内容が入ってくるんで、大学生の時にどっぷりハマりました。おー。こんなに難しいストーリー、アニメーションでやるんだ。おー、そんなのがあるんですね。そこから入っていって、まあ、とあるシリーズって言われるアニメシリーズにハマり、はい、で、オーバーロードっていうのにハマり、っていう感じで、うんうん、今はもうだから、毎回、この、クールで、はいはいはい、話題になるものは必ず見るようにしてます、ね。私がちっちゃい時にハマったのはやっぱりアラレちゃん。ああ、ね。アラレちゃん、よくキーンって言ってよく、そうやってました。やってました。で、アラレちゃん行きの、ドラゴンボール行きの、はい、あと、何言ったかな、ワンピースとかもやっぱり見ましたし、まあ、今はそこまでアニメ見ないんですけど、そんな感じ。あ、でも、漫画で言うと、あれですかね。赤ちゃんと僕っていう漫画が、少女漫画があるんですけど、それに一時期ハマって、これ勧められて、読んでみてって、後輩に言われて読んでみたら、ドハマりしちゃって、はい、13巻ぐらいまである漫画なんですけど、全部制覇しました。全部制覇して、最後の最後に泣きました。感動のラストでしたね。
僕は、そうですね、漫画で自分でも集めたいと思って集めたのは、うんうん、もう最初で最後なんですけど、デスノートですね。あ、デスノート。全巻集めて全部持ってたんですけど、うんうん、大学生の時に友達に借りパクされました。あ、いやー。はい、戻ってこないです。あらららら。メールの方が来てますので、紹介したいと思います。こんばんは、こんばんは。ラジオネーム、ニコちゃんです。ありがとうございます。メンヘラジオの夏美さんです。うん、私は大人になってあまり漫画を読まなくなりましたが、はい、好きな漫画は、高岡義乃さんの、しじみちゃんファイト一発です。おこの漫画は、微笑みあり、笑いあり、爆笑ありって笑いばっかりの漫画なんですが、大切なこと、恋愛、友情なども書かれていて、とても好きな一冊です。引っ越しの際にも持って行った漫画はたくさん処分しましたが、この一冊は引っ越し先にも持って行きましたね。昔の漫画ですが、おすすめです。では、サッチーさん、これからもラジオ頑張ってください。と来ております。やっぱ昔の漫画って結構いい漫画。名作多いですよね。名作多いですからね。うん。うん。すごいすごい。次のメールに行きたいと思います。お願いします。サッチーさん、リクさん。今日リクさんいません。キャンチー、こんばんは、サッチー。こんばんは、サッチー。埼玉の号です。テーマ、好きな漫画、アニメ。子供の頃から必ず見ているのは、クレヨンしんちゃん。テレビ放送されてその日の1話から見てますよ。30代では鉄板のスラムダンク。細かいアニメを出したらキリがないです。今は配給。子供たちの影響で鬼滅の刃にもハマってますね。と来ております。やっぱ鬼滅はやっぱ見ますね、みんな。鬼滅やっぱ見るんですよね。そう、見ちゃうね。僕大ちゃんで、わー、綺麗って満足してそこで止まってます。どうしよう。早く見なきゃ。急がないと、どんどん進んでいくっていうね。はい、次のメールに行きたいと思います。気まぐれネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー。沖縄大好きです。テーマ、好きなアニメ、漫画。先週、皆さんもニュースで、見聞きしたと思いますが、ドラゴンボール、ドクタースランプの原作者である漫画家の、何でしたっけ？鳥山明先生。そして、まるちゃんの、まる子役の声優、たらこさんがお二人、お亡くなりになりましたね。うん。あれは私もびっくりしました。突然のニュースで驚いた方もいらっしゃると思います。お二方には子供の頃から作品で楽しい時間を過ごせてもらいました。お二人に感謝で心で伝えつつご冥福を祈りたいと思います。ちなみに僕はラジオネーム沖縄大好きとして投稿してますが、一時期訳あってラジオネームを変えたことがありました。え、そんなことあったんだ。その時のラジオネームが、バーダック&ターレス。何それ。なんかわかる気がしないこともないよな。ドラゴンボールの悟空の父、バーダックと、悟空そっくりのサイヤ人、ターレス。その二人の名前をどっちも変えようとか考えたんですが、決まらず、最終的にバーダック&ターレスにしました。一年だけのラジオネームでしたが、思い入れのあるラジオネームですと来ております。すごい。沖縄大好きさん、あれなんですね。ドラゴンボール好きなんですね。大好きなんですね。へえ、びっくりした。ドラゴンボール、私、あれが好きでしたね。誰だっけ？クリリン。ああ、クリリン、いいですね。うん。まあ、クリリンなのか、ルフィなのかってところですけど。そうですけど。そうそうそう。クリリンなのか、ルフィのことなのか。ルフィのことかーそう。キャスの方に戻ろうかな。カープボーイさん。パトレーバーですかね。パトレイバー。
も面白かったな。あと、これは何て読むんですか？足立みつるですかね。足立みつるさんの漫画は結構面白いラフとか、うるぼし。うるせえやつら。うるせえやつら。はい。ああ、うるせえやつら。なんかちっちゃい時にやってた気がする。再放送だったのかな、あの時。わかんないけど。サンデー、サンデーで、というって。サンデーで言うとってことですね。言うとってことですね。サンデーの中の作品で言うと、こういう、このあたりが面白かったっていうことでしょうね。無駄は無駄であってるんですかね。無駄って言われると、無駄僕は、あれ、無駄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 沖縄大好きさん、ラブライブサンシャインは過去に僕の心を、救ってくれた作品なので、すごく恩のある作品です。アクアのキャラクターや声優さんたちには助けられたので、恩返しのライブに行ってましたし、応援もしてますが、改めてなんかできればなと思ったりときております。うんもう一つ、もう一つじゃない。もう一つ、沖縄大好きさん。よく読んだ漫画。ボーボボー。懐かしい。ナルト、銀魂、スラムダンク、黒子のバスケ、こち亀、おー、こち亀来たか。ボーボーボー。ボーボーボー。ビンビンマッチョで、オレオレ、ガンガン、いっとけ、オレオレオーですね。ですね。懐かしい。旦那の陸海空さんも来ております。僕がハマった漫画は初めの一歩かな。ああ、最高。自分を見ている感じがするなと来ております。デンプシーロー。そう、陸海空さんよく夜中にも初めの一歩を動画で見てるんですよ。はい、実はといえば。アニメも面白いです。面白い。うん。確かに。ギャグも結構挟まってくる。ああ。確かに。同じ文科生の高村とか、青木とか、木村が、すごいおバカトリオが。おバカトリオ。面白いね。そう、なんか。先輩ですけど。カープボーイさん、来月から、柱毛って読むんですかね。なんて読むんですか、これは。これはですね、多分あれじゃないですか。変って書いてあるんで。はい。鬼滅の刃の、ああ、鬼滅か。私、鬼滅はすんごいエグくて見れないな。あ、そうなんですね。そう、なんか、すんごいエグいから、なんか見ると、なんか、鳥肌立ちそうと思って。ちょっとスプラッター系とか苦手なんですか？苦手ですね。今のアニメ結構多いですからね。多い、うん、そういうの。寄生獣とか。うん。でも、私、一番、最初から見たいのは、東京リベンバーズ。あ、リベンジャーズ。リベンジャーズ。あれが見たい。リベンジャーズめっちゃ面白いですよ。ねえ。はい、一時期ちょっと見てたんですけど。竹道。竹道。赤道かもしれない。赤なんで赤道。土地の名、土地の名前になってる。僕の仲良くしてるね。フェイディのメンバーが一回。ああ。コントやってましたからね。あ、そうなんだ。僕はちなみに、ドラケンならぬ具志堅で出演しております。ああ、はい。なるほど。はい。先に来週のテーマに行きましょうかね。はい、お願いします。来週のテーマは、あなたのストレス発散法です。というのも、これは私が4月から、この働く職場の、方が、テーマを決めてくださいまして。おー、ありがたいですね。それで、ちょっとストレス発散法っていうのもいいんじゃないみたいな、ことがあったので、今回はっていうか、来月週はこのテーマでいきたいと思います。僕はいっぱい持ってます。いいなぁ。私そこまで持ってないんだよな。一応、ありはするけど。今日筋肉痛ですだから。あ、なるほど。はい。それでか。はい。言ってましたもんね。はい。オフトークの時に。心のストレスを解消するために体にストレスをかけます。あー、逆にそうなんだ。まあでもそれって結構理にかなってるんですよ。あー。体のストレスとメンタルのストレスって、全く別物なので。はいはいはい。だからそれで発散できたりしますよ。おー。沖縄大好きさん、ストレス発散法。指で数えられないぐらいあります。お、いいな、そういうの。私は指で数えられるぐらいなんだよな。いや、でも、あるっていうのが大事ですからね。まあ、そうですね。
そろそろですか？あと1分ぐらいです、ね。1分ぐらい。あと私、あれだな、漫画といえば、はい、で思いついたのが、何だったっけ？一瞬忘れてしまった。サザエさん！お、お魚くわえたドラ猫って。そう。サザエさんもよく見てましたね。サザエさんもほっこり系ですもんね。そう、ほっこり系。カツオ！私いつもなんかカツオになった気分で見てます。ああ、それもいいですね。うん。いっその野球しようぜ！私がそんな感じだったんですよ。ちっちゃい時。ちっちゃい時に。なので、カツオの気分になった気分でいつも見てます ね、うん。見る時は。はい、ということで、お時間来ちゃいました。はい。ではまた来週お会いしましょう。お相手はサッチーと、ミキサーのキャンでした。じゃあねバイバーイ。ばっかもん。沖縄大好きさん。ナミヘ。うん、バッカモーンって。サザエさんのやつは、あれですね、ROK の、あの、アナウンサーでモノマネ得意な人いますよ。あ、そうなんですね。そう。よう、フグトくーん。セルと一緒ですからね、あの人。ああ、そうなんだ。完全対等だった、私は。ふぐたくん、ちょっと付き合ってくれないか誰だったかな。孫悟空。あれですよ、あいもこのあいろうさんともこさんも、あの、悟空のモノマネ、悟空と、ベジータのモノマネで結構うまいですよ。僕は、あの、幼い頃のご飯のモノマネだったら得意です。おー。びっくりさーん。すげえ。響さんが、あなた、なんて書いてあるだ。そう、響さんがうまいんですよね。あの、響アナウンサーが。うん。で、すごい、その、なんか、すごいし、あの人。なんだろう、ROK の方、結構モノマネする方いた気がするな。まあ、モノマネ、アニメのモノマネで言ったら僕はあれですかね。一番得意なのは日本昔話ですかね。あはは。懐かしい。懐かしい。漫画日本昔話。懐かしいね。昔、あるところに、おじいさんとおばあさんがおったそうな。すげえ。おじいさん、よっ。おじいさん。なんや、おばあさん。すごい、似てるなーって。似てるなって、沖縄大好きさん。さすが FM 技能はできる男。あとよくやってたのは、あの、ハンターハンターのヒソカの真似とかやってました。おー。僕の趣味は、人殺し。わーすげえ。昔の方ですけどね。あー。おじいさんの、おじいさんの言い方が、まるちゃんのおばあちゃん。確かに。ないよ。あー。確かに。確かにそう言われればそうだね。うん。私は前、まあ小学生ぐらいの時にクレヨンしんちゃんのモノマネをよくやってましたね。しんちゃん、今できないですけど。そう、あ、坊ちゃんはできます。坊ちゃん。おー、あ、しんちゃん。似てる似てる。しんちゃん。似てる似てる。すげえ。おー。次なんかモノマネ大会になってる。そろそろお時間ですね。はい、あんつぼさん。確かにあんつぼさん。あんつぼさん来るの遅。もうお時間ですね。みなさんまた来週お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。あんつぼさん。